りました、はい、じゃあ星川さんね、そのキノコですかこれ、マッシュルーム、これはチンコですね、はい、これはチンコです。玉木さんのために星川チンコ取ります、よろしくお願いします。なるほど、星川チンコということでよろしくお願いいたします、うん、いや私のじゃねえよはい、じゃあ星川さんチンコ取ってください。え、もういいやっても、いいよいいよ、取るよ、いいよいいよ、本気出すよ、マジで。え、まずね、これ取り方わかる、そもそもこれ一回横見て、はい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 、教えてください。そう、あの向こう側のこと、星川はね、あの、うん、そう、ケツと呼ぶんですけど、向こう側のこと、はいはいはい、ケツ、ね、これはケツ、うん、ケツを持ち上げる作戦なんですよね。あ、ちょっと、まあ、若干そう、右にずらしつつケツを持ち上げるみたいな、めちゃめちゃ動くんですよ、見ててほしい、マジで。あの、撫でましたけど、すごいアームが風のように撫でていきましたけど、あのチンコを撫でて、フェザータッチチンコでしたけど、あの星川さん、あのそのチンコをフェザータッチではなく、あのちゃんと握っていただいて、ちゃんと握っていただきたいんですよ。待って待って待って、アームがゴミかもしれないこれ、ちょっと待ってください。あれ星川さん台変えてもいいんですよ。いや待って、パスしないからまだ。とりあえず一回手前やってみます。手前ね、手前ね、手前をフェザータッチチンコ、多分、いや、あの、がっつり、がっつり、がっつり人口いける？いいね、いいね、いけるよ。おい、クソ大じゃねえか、これ大がクソふざけんなよ、待って、やだー、1時間しかないんだよね。そう、1時間、まあ、まあ、あの、ポイントがなくなるまでなんで、うん、あの、なくならなかったら2時間でも3時間でもやってもいいですけどね。あ、ほんとに、うん、今日この後空いてるんでいいですよ。あと1回、はいはい、いいですよ。ほんと？ちょ、あと1回ケツやって、無理だったら、うん、ちょっと、うん、代替え、オッケーオッケーオッケー。うん、まあね、ちょっとせっかくね、あの、いいぬいぐるみ見つけたのに、うん、残念ですけど。これめっちゃあげたいんだよ、たまきちゃんに。あ、今回のゲット商品なんですけども、うん、お互いの家に送りつける。星川、もっと遠慮せず握っていいぞ。ねえ、ね、いや、わかってるよ。もっと遠慮せず握っていい。星川って全力で握りつぶしたいよ。処女ですか、ね、処女なんですか。違いますね。ね、処女の方が嬉しいですけど、僕は。全力で握りつぶしたいですね。僕、処女中なんで、処女の方が嬉しいですけどね。処女中なんだ。え、はい。星川って処女だよね。え、たまきちゃん、星川処女だよ。だよね、だよね。だって、星川だって幕から声出てるもん。幕から声出てるってどういうこと？え、幕からだよ、まあ。それ幕だよ。すげえ、すげえ、すげえ。動いた、動いた、動いた。よっしゃ、よっしゃ、オッケーオッケー、待って、これいけるもんね。銀色チンコいけんぞ。オッケー、あれやっぱ光り輝いてるからあっちの方がいいかもしれん。やっぱりね、輝いてる方がね、うん、ご利益ありそうですね。行く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 、これは左に動かすタイプだから、左ね、うん、左にフェザータッチしていく、うん、そう、